個別指導、集団授業、映像授業、まあ、記録実習、テストの最中だからといって授業を休んだり振り返ったりすること基本できないんですよ。ただね、映像授業もね、取っちゃうそれとおしまいですからね。まあ、今は掛け持ちする方が当たり前なんで。そうで始まりました、もちちゃんね。さあ、今回はヒロミさんにおいでいただきました。よろしくお願いします。はい、教育学科展のヒロミさんですが、今回やっぱりですね、塾の種類、どんな塾でどんな人が働くべきなのかっていうのをですね、やっぱりいろんな塾のタイプがあって、どういった人がアルバイトしたらいいのかとか、どういった人が先生になったらいいのかっていうのをですね、ちょっと聞いていきたいと思います。わかりました。先生目線で一応話すんですけど、生徒にもこういう形態の塾の先生にこういう風に動いてるのねっていうのわかると思うんで、子供の形では見られるようにはしていきたいかなと思います。わかりました。塾といってもちょっと4つのカテゴリーに分けようかなと思ってます。まず個別指導、集団授業、映像授業、まあ、自学自習の4パターンにちょっと分けたいかなというふうに思います。給料が一番高いのは、まあ、正直の集団です ね、うん、うですね。もうこれも上から下まで結構幅広いと思うんですけど、はい、例えば都内での小中学生に集団授業しますって言ったら、まあ授業時給多分2500円ぐらいはもらえると思うんですよ。まあ他のね、居酒屋とかのバイトよりは、まあ大体2倍ぐらいはざっくりあると思うんで、まあまあいい仕事だと思います。さらにこれどんどん上り詰めていけば、時給5000円とか6000円っていうのも、ちょっとした予備校とかであれば実現すると、あと医学部専門予備校とかね、行けば実現する可能性があって、まあ、さらに上に行くと、まあ森田先生みたいに、まあ、1億円プレイヤーみたいな。なんでか集団授業で1億円プレイヤー無理だよ今の時代、今の時代は無理かもしれませんね。僕が予備校にいた時は、予備校の先生の年収は、まあ、大体5000万前後ぐらいの人もちらほらいるよみたいな話があった、ね、今は違うと思いますけど。奥越えもね、当然いましたからね、昔は。やっぱいましたよ、いました昔は。なので、まあ、2500円から1億ぐらいまで割と幅広いんですけれども、まあ、実力とあと学歴に応じて、まあ、上がっていくっていうのはあるのかなというふうに思います、うんうん、だから集団授業の人はどっかのタイミングで正社員になっちゃう場合もあるんで、まあそこで管理職とかってやつ、年収500万とか、まあ、600万とか、いいところだとまあ800万とかもありますけど、まあ事業続けながらその金額を正社員に目指していくっていう働き方もあるかなというふうに思いますね。はい、次に個別なんですけども、はい、これちょっと難しいんですけど、まずアルバイトの子は時給がその各その都道府県の最低賃金ぐらいのことが多いです。にちょっと色つけたぐらい、1200円とかなんで、はいはい、90分で1650円とか、うんうん、そういう付け方にされることが多いですね。なるほど。同じ集団授業であれば90分やってれば、まあ、3000円とか超えると思うんですけど、うん、どうしても個別だと安くなってしまいます、うんうん、その理由は単純明快で、集団授業の先生は一人でたくさんの生徒から月謝をもらってるから、うんうん、高めに設定してもいいけど、うん、個別は1対1かせいぜい1対2なので、うん、もらえる額が少ないですから、うん、先生に入ってくる量も少ないですよね、はいはいはい、で感じになるんで、うん、お金めっちゃ稼ぎたいって人は個別はあんまお勧めしないかなと思います。ただちょっと悪い面でもあるかもしれないですけど、うん、個別指導って割とこう融通が効くというか、はいはい、講師交代が行われてもそこまでクレームが来ないこともあるし、なるほど、本当に授業行けないってなった時は、うん、誰かにピンチヒッターを頼んで、うん、その週だけやってもらって報告だけもらってまた軌道に戻すみたいなことができると思うんで、うん、学校のサークルが忙しいとか研究室が忙しいとか、うん、そういう人はどっちかっていうと個別とかの方が僕はいいのかなっていうふうに思います、ね、そうですね。テストでね休むこともありますからね。集団の先生はテストの最中だからって言って授業を休んだり振り返ったりすること基本できないんですよ。責任感がない人になっちゃう。そう責任感がない人ってなっちゃうんですよね。大学生の君の人生ももちろん大事なんだけど、君が抱えている定期テスト前のこの30人はどうするんだって話になるんで、どうしても教室側としてはテストがあってもコマを開けたりしないでねっていう感じになるんで、そこの両立ができるかどうかってのはすごく難しいかな。そうです、無言のプレッシャーね。そうですなんかもう雰囲気として、はい、代行ダメだよっていうのがありますよね。あります、あります。あと3、4年生がテスト前なのに全然普通に入ってるの見て、1、2年生とかが休めないんだみたいなのを感じると、うんいうことはあるかなと思います。僕が実際そうでしたね。あ、僕が大学3年生4年生の名古屋で通ってる人たち、はい、先生の方がテスト前になったとしてもコマは絶対外さないで入ったんで、うん、あ、そういうもんなんだと思って僕は入ってました。そういう風に入ってください、よろしくお願いします、うん、生徒困
るんでね、はい、人数が増えればね、いろいろ揉め事だったりとか対応しなきゃいけないものも圧倒的に個別より増えますからね。増えますからね。大変ですよ。あとまあ予習とかもね、個別とやっぱり集団ではだいぶ違ったりしますもんね。だいぶ違うと思いますね。手間のことをね考えると違うってこともよくあります。はい、これは間違いなくあると思いますね。言い方悪いんですけど、まあ、個別の場合はそこまでパッて広げてパッて分かっても説明できちゃうけど、うん、集団ってのはこれパッて分かってもこれをどう2、30人に説明しようっていうのはまた時間がかかるんで、まあ、集団授業の先生は時給が高い分前の準備の時間も比較的かかりやすい、うん、から本当にその前に働いてる時間で割ると、まあ、そんなすごいいい時給にならないこともありますけど、質問対応って言ってね、個別の授業だったらその時間内にやることが、うん、集団授業の質問対応って時間外労働になりますからね。そうですね。だから時間外労働が多いっていうのは感じますね。そうですね。まあね、最近だとね、2月の勝者ってドラマ、質問にこうね生徒たちが並ぶとか、ああいう状況が起こっちゃうとかね。だから先生のただ働きが問題になることありますね。いや、そうだと思いますね。僕が川合塾にいた頃もやっぱ有名な先生は授業終わった後後ろ大行列できてましたもんね。でもこれ多分給料払われてないよなっていうのをなんとなく浪人生の頃に感じてて、先生ももうだんだん後の方になってくる、だんだんこう投げやりになってくるみたいなまたこの質問かみたいなあれで、まあただ人気を得たいっていう先生だったらいいんですよね。まあそうですよね。それでまあまあたくさんもらってるし、そもそもっていう人だったらいいんですけど、うん、たくさんもらってない人からするとね、まあ人気だって言って喜べる人はいるかもしれないですけど、嫌、うん、だっていう人もいます。でも質問を受けないようにも、はい終わりました、お疲れ様でしたでそのまま帰る人いますから、ね、お疲れ様でした、質問できなかったしかも帰っちゃったとかっていうので文句言ってきてるするやついますか、もういなかったんですとか言って、いやいやいや、いること義務じゃないし、まあまあ、まあ、そうですね、そうですね。言ったらまあなんかこう本当に人気のない先生って質問にも来られないんで、はい、それはまたそれで悲しい話なのかなと。なるほど。バカにされてるから来ないパターンってあると思うんですよ。他の先生の授業別に大したことないから、ああなるほど、別に聞きたくねえなっつって質問に行かないで別の先生のとこ行っちゃうみたいな、うんうん、ああありますね、そういうのもね。そういうのも集団授業だと結構起きたりしますね、うん。あと映像授業ですね、はい、こちらに関してはアルバイトの子たちはほとんど個別と同じと思ってくれたらいいかなと思います、うん、ただ個別よりも比較的シフトは聞きやすいのかなと思っていて、うん、映像授業って何やるんですか、バイトの人は。まあチューターみたいな感じで、はい、分かんないところをちょっとだけ教えてあげるとか、これも結構校舎によってばらつきがあるんで何とも言えないんですけど、その撮ってるコマの授業の内容で分かんないところは説明してもいいよ、はい、なのか、はいはいはい、もう学校の定期テストの範囲でもう分かんないものを持ってきていいようなのかは、塾によってちょっとずつ違うと、塾っていうか校舎、同じ塾でも校舎によって結構ばらつきはあるのかなと思うんですが、まあ基本質問をきた、教えてあげた、分かったありがとうございましたっていう仕事も結構多いと思うので、そうすると時間と曜日ががっちり固定されてない個別指導みたいな感じにはなるのかなというふうに思います。さらにその中で講座をもしプッシュして講座を受けてくれるとなると、そこの校舎長からはきっと喜ばれるでしょうと。なるほどね、はいはいはい。だからちょっと営業的な要素とかも兼ね備えてると、まあ、上からは喜ばれるかもしれません、うん、ね。で映像授業の講師にはなれないですかね、その、まあ、なれないですよ、それはなれないですからそれがさっきの集団授業のところが駆け上がってるってことですね、はい、集団授業のところで選ばれた人、そう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 、だけがなれるので、だ大学生でっていうのは自分で立ち上げるとかじゃないと、うん、そうそうそう、なかなかないと思いますね。でまあ集団授業のね講師で上がって映像授業でたくさんもらえるって思ってる人もいるんですけど、うんうん、ただね映像授業もね取っちゃうそれとおしまいですからね。そうですよね。だから先生たちも映像授業で普通の集団のコマよりももらえるけども、結局取ったら取りっぱなしでその後仕事がないっていうので、飼いならされてる先生が山ほどいるという、山ほどいると、はい、それが相当多い感じです。その飼いならされてるのにまあ仕事ないし別にそれでもいいやって思ってる先生もいるんですよね。そうですね、まあ、ただそこで年俸もらえてるんだったら、年俸制だったら別に働かなくてもお金入ってくるし、イエーイ、うん、所属もしてるし肩書きもあるしイエーイってなるんですけど、うん、所属してるけど年俸制じゃなくてコマ級でもらってる人っていうのは、うんうんうん、その働いたコマのお金だけもらう、でももう一回取っちゃったからこのお金だけもらうけど、これで暮らしていくことなんてとてもできない、うんうんうん、なんでしょうがないから映像授業のところに所属してるけど他の予備校でせっせと働かなきゃいけない、うんうんうん、そういう人すごく増えてる印象ですね、うん、映像授業でまあもらえはするけど、でも一生懸命他のところでやらなきゃいけない
ていう。なるほど。確かになんかツイッターとか見ると、はい、結構有名な予備校の先生も予備校の名前いくつか書いてたりしますけど、はいはい、そうですよね。少ないと無理だってことですよね。うん、まあ、今は掛け持ちする方が当たり前なんで、うん、上の先生たちが。昔掛け持ち禁止とかありましたよね。はい、ありましたけど、今も掛け持ち禁止したら食えない人が山ほどいるので、ね、子供が減ってます。だから映像授業なんて本当特に少数精鋭でいいので、いらないですから、一回撮ってしまえば。うんうん、なので、その年俸までたどり着かなかった映像講師たちは、ただただ搾取される。なるほど、そういうことになりますよね、はいはい、だから気をつけてくださいね。気をつけましょう、はい、上がっていけばいいってもんでもないから。なるほど、まあ、上がったら上がったらいろんなジレンマがあるってことですね。そうです、私はもうそのジレンマはもうどうでもいいんですけど、でもできる。あ、そうですよね、そうですよね。まあ、最後ですね、まあ、自学自習の話なんですが、はい、まあ、これはいわゆる武田塾とか、はい、それを真似してる塾もたくさん出てきて、そうですね、東進ですらね、映像授業とコーチングって CM に入れてきましたからね。そうしたっけ、コーチングも入れてきてるのかな、はい、まあ、だから個々に合わせた指導ってことなんですよ ね、 だからまあそれがだいぶすごい力をつけてきたっていう感じですね。自学自習のところって僕が見てる限りはちょっと個別よりも、うん、給料は少し高めに設定されてるのかなっていうのが散見されるんですが、まあ、でもなんか話を聞くとそうでもないのかなって感じがするんで、うんうん、まあ個別ぐらいの給料っていうのが、まあ、持っておくのがいいのかなというふうには思いますね。つきっきり見てあげるんで、まあ、その子に情も湧くと思いますし、さっきも言ったんですけど、テストがあるからとか、うん、理由であまり抜けないであげてほしいなっていうのはありますね。まあ、集団よりは抜けやすいですけど、抜けやすいから休んでもいいっていうことではないと思うんで、その辺はやるときは注意してほしいのかなっていうふうに思います。あとコーチングなんでやっぱ勉強法だったりとか、あとスケジュールとか、それがだいぶ個別と違うかなって思った印象ですね。スケジュール管理をするってことですね。そうですね、個別ってなんかやっぱ授業中に解かせる、うん、これやってって、うん、こっからここまでって言ってやらしてる間に隣の謎の個別だけど2人いるっていうね、うんうん、はい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 、でもう人の方にいろいろ質問が出てきたのにこう回答してっていうのはなんかその繰り返しっていうやつですけど、うんうんうん、全部の個別がそうだと思いますけど、うん、もうマニュアルぐっちゃぐちゃの個別もあったりすると思うんですよ。カリキュラムもないテキストはなんかあるけどどれ使っていいかわかんない、うん、で結局どうなるかっていうと苦手なとこどこって聞いて、はいはいはい、ここって言われて、うん、じゃあ三単元の S だけやりましょうみたいな感じで持ってきてやるみたいなこと多いと思うんですけど、自学自習の管理型だと三単元の S がわかんない、じゃあ分かんなかった場合は分かった次はじゃあこれやりましょう、うん、次にこれやりましょうって、うん、何月頃までにこの辺は完成させましょうって、で中3のこの時期までに逆算したら一応受験の科目は終わってますよねっていう、そういうことをしてくれるところもあるので、そういうところ結構そのちゃんとやってくれる塾であれば行くのはかなりいいかなというふうに思ってます。まあ個別指導って結構やっぱり先生任せなんで、先生任せですね、本当にそれに対応できる先生だったらいいですけど、それに対応できないんだったらちゃんとマニュアルみたいに ね、管理されてるところの方がいいかなって思いますね、うん、だって生徒たちは勝手に明日数学のテストなんで数学やっていいですかとか言ってきますかね、こいつだと思う、へーみたいなで、やってこれ分かんないですけど知らねえよいやまあ個別だと本当に起きますよね、明日の科目の勉強がしたいと、まあ別にいいと思うんですけど、それぞれと繰り返されていくと結局入試に間に合わないんですよね、うん、そう、ゴールは入試なんで、入試は逆算してあと1年しかありません、1年半しかありません、2年しかありません、じゃあこういうカリキュラムを組んでいきましょう、でちゃんと毎週来てこの通り消化してね、でその消化できてるかどうかはこっち確認して、足りなければまあその追加できてもらうとかするからねっていう感じなのが、まあ自学自習の塾のイメージなので、まあ個別には個別の良さがあると思いますよ。とりあえずやりたいとこやれるみたいなのもあると思うんですけど、人に合う合わないは合うと思いますが、まあ個別なのか自学自習型なのかっていうのはその辺が違うので、選んでくれたらいいのかなというふうに思います。そうですね、何でも皆さんになるかっていうね、そういうところあると思いますね。はい、で今回は平野さんに違いをちょっと聞いてみました。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。